杉並区の広報番組杉並スタイルです。区政の最新情報や杉並の魅力、そして楽しいイベントや区民の皆さんの笑顔など、杉並がもっともっと好きになる情報がぎゅっと詰まった7分間、それが杉並スタイル。今回は日草森公園周辺で行われた自動車の自動運転行動実証実験の様子をお伝えします。自動運転には交通事故の減少や高齢者の移動手段の確保などの効果が期待されています。都内初、市街地の公道を利用した実験の様子をサンガガヘッツがリポートします。もうここまで時代は来てるってことですよね。すごい。それでは杉並スタイルスタートです。杉並スタイル。交通安全への意識の高まりに加え、さまざまな対策により交通事故による死亡者の数は年々減り続けています。杉並区でも交通安全教室の実施や自転車の専用通行帯ナビラインを設置するなどの取り組みを続けています。その一環として東京大学と民間企業が推進している自動運転の技術開発に協力することになりました。杉並区が提供した高精度 3D 地図をもとに今回の実験は行われました。こんにちは、サンガガヘッツです。さあ本日はですね、杉並スタイル、はい、このいぐさ森公園にやってきておりますけれども、なんとですね、ここでですね、都内で初めてとなる自動運転の実証実験が公道で行われるんです。公道で、はい、ということでここに来てるんですよ。ちょっと待って、はい、よくわからないんですけども、うん、自動運転ということはですね、うん、車に乗るとドライバーが何もしなくて、うん、目的地に着いちゃうっていうこと。まあそのイメージありますよね。僕たちも、うん、知りたいことが山積みなので、いっぱいありますよ。実際にね、いろいろちょっと聞いてみたいと思いますね。はい、はいはい、何のためにこれ自動運転にどんどんこう技術求めてやってってんのかなって思ったりするんですね。どういうメリットがあるんですか、実際は。お年寄りのですね、交通事故非常に増えてるんですね。なるほど。で、中には運転免許を返納する方も年々増えてます。そうすると今まで車使ってどこにでも行けた人が、うん、じゃあ行きたい時にどうしますか。なるほど。でバスだけですか、はい、それよりももっとこう手軽に移動できる、うん、ものが将来できれば、うん、はい、きっとどうでしょう、うん、暮らしやすい。そうですね。なるほど。あの事故もどんどんその自動運転で軽減されていくってことですか。その可能性はもちろんあると思います、ね、あ、そうなんですか。今回の実験っていうのはどのレベルの自動運転の実験なんですか。アクセルとブレーキとステアリング、はいはい、これを全てシステムが担う完全自動運転になります。基本的にはシステムが運転全部やりますけども、うん、はい、何かの時には人間がすぐに切り替えられる、うん、運転席には絶対乗らないといけないですね。あの助手席とか後ろではなくってことですね。僕らは実際この後に本当にあの乗車させていただいてちょっとレポートさせていただくんですよ。一、はい、人しか乗れないらしくて。え、一人なの？一人しか乗れないらしいですよ。席が2つしかないんですよ。はあ、はあ、そうか。だから当然カメラが乗るから。で、カメラさん乗るから、うん、それ誰か一人しか乗れないってさっき聞きまして、ここから今正直誰か今選んでもらっていいですか？じゃんけんじゃなくて。じゃんけん。そこ平等。平等ですね。こちらが実験に使用される車両です。カメラとこのレーザーセンサーで、まあ、周りの物体ですとか、あと信号機、そういったものを、検知しながら、何かこう歩行者であったり車両があったら止まって、まあ、必要があれば避けて、信号機は止まって、まあ、そういうふうに交通ルールに、まあ、基づいて、走行するような形になります。さあいよいよ試乗の時間ですが、果たして3人のうち誰が乗ることになったのでしょうか。じゃあ、ここはね、俺先行ってくるわ。いやいやいや、違う、ここはね、正直な話、まあ、リーダーの僕でしょ。え、違う、立場関係ない。いやいや、お前はダメです。縦社会ダメです。違う、お前はもうあのすぐ酔っちゃうからダメだよ。いや、酔っちゃうわけで乗りたいでしょ。もうとにかく、もうここはリーダーの俺が乗りますから。わかりましたね。二人はちょっと待っててください。僕がもうビシッと、ここカメラさんが乗らなきゃいいんじゃないの。いやいやいや、カメラ誰が撮る。あ、ダメだ、そうか、そうか。じゃあ行きましょう、カメラさん行きましょう。じゃあ俺トニーの膝の上に乗るじゃん。いや、ダメ。後でね、じゃあまたね、バイバイ。縦社会だよ。すいません、お世話になります。よろしくお願いします。それでは出発。今これがスタートしたってことですね。全く
くハンドルに触れてませんよ。レーザーセンサーとカメラが捉えた周囲の状況をシステムが判断して車を安全に走行させています。並走する自転車と安全な間隔を保っています。横断歩道では自転車が渡り終わるのを待って再発進しました。もう間もなく信号に来ますからね。ちょっと信号どういう風な感じで見やすいというかね、感じするんでしょうね。あらかじめこの交差点を右折するように設定されたプログラム通り自動的に右折レーンに入っていきます。信号が青になってもすぐには発進しません。対向する直進車が途切れたところでゆっくりと進みました。進入速度も本当にゆっくり安全を守って入って、いやこれ素晴らしいですね。安全に気をつけて運転しているのがよく分かって結構安心感ありますね。すごかったね。どう？何がすごい？あのね、うん、全然怖くない。怖くない？すごいよ。やっぱり乗りたかったな。すごいよこれ。本当にもう技術力がここまで来たのかっていうぐらい、お輝かしい未来やな。すごいよこれは。自動運転や無人運転の実用化はそう遠くない日にやってくるようですね。技術の革新に加えてドライバー、自転車、歩行者それぞれが交通安全への意識を高め、みんなで交通事故をなくす、それが杉並スタイル。それでは次回もお楽しみに。